こんにちは、金黒です。今回は、ゼルティックドビー最大の問題、Mac との相性、そんなお話です。200g 以下の法規制の少ないドローン、ゼルティックドビーは基本的にすごく気に入ってるんですが、一つだけ私の知識で解決できない問題が、この Mac との相性です。ゼルティックドビーはスマートフォンと Wi-Fi 接続して使いますが、ゼルティックドビーで撮った動画をスマートフォンにダウンロードするときに 300MB を超える動画はスマートフォンにダウンロードできないんですね。300MB を超える動画は USB ケーブルを使ってパソコンに取り込む必要があります。ただゼルティックドビーと Mac との相性がすごく悪いんですね。ドビーと Mac を USB ケーブルで接続しても Mac 側でドビーをドライブ認識してくれません。本来ケーブルでつなぐとこのディスクトップにドライブが出てくるんですが、接続してもドライブとして出ないんですね。ハードウェアの設定を見てみると、ちゃんと Mac の USB の中にゼルティックドビーが認識されているのに、ドライブとしてうまく認識されません。Mac の使用歴1年の私は、このドライブとして認識してくれないという問題を突破すること、今のところできていません。仕方ないので、ドビーと以前使っていたソニーのバイオを接続して、バイオに一旦取り込んでから、バイオからまた Mac にデータを移して、それから動画の編集をしています。もしかすると Mac にブートキャンプを使って Windows を入れるか、仮想ディスクで Windows を使って、ゼルティックドビーと接続する方法があるかもしれませんが、ハードウェア的にうまく接続できるのかは疑問です。Mac に詳しい人だと、このような問題、簡単に解決できるのかもしれませんが、私はいろいろやってみてもうまく解決できませんでしたんで、もし旅行にドビーを持っていくときは、仕方ないので、Windows パソコンのこのバイオとドビー、このセットで旅行に行くことになります。私の持ってるバイオは4年前のもので、いろんな接続ポートや DVD ドライブがあって、結構重量重たいんですね。MacBook Air と私の持ってるバイオだと全然重さが違って、圧倒的に MacBook Air の方が軽いんで、このバイオを旅行に持っていくっていうのはかなり憂鬱です。かといって、ドビーのために軽い Windows パソコン買うっていうのも、かなり贅沢な使い方なんで、それはそれで悩みどころです。このゼルティックドビーと Mac との相性、これが私の今一番の問題です。今回はゼルティックドビーと Mac の相性の問題でした。この問題の解決方法を知ってらっしゃる方いらっしゃれば、このコメント欄にコメントいただけるとすごく助かります。また、このゼルティックドビーの使い勝手、これからも動画でアップしますので、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。